もう光飛びとかいうレベルじゃないんですよね、ここまで来ると。なんだろうね、太陽が地球に直撃するアニメとかにありそうだよね、こういうワンシーンパーってやってもみんなで眩しい焼けるみたいな。なんで光飛びしとか私もわからん。これは事件です。最近ヒヨゴンにはマイブームがあります。ヒヨゴンズブームってやつなんですけど、まあみんなに教えるか教えんか一晩悩んだ結果教えます。なんとヒヨゴンの神妙みんなに教えます。素晴らしい大サービス、だファンサービスが行き届いているYouTuber であります。ヨゴンです、よろしくお願いします。唇の皮を剥くことです。いいですか、皆さんの場合、あ、もうこれ取れるなって時に行くでしょ。私そんなんじゃないからね、ちょっとでもパリつき始めたらもう無理やり剥がしてオラオラのベリベリベリチンプーだから、いつも怒られそうですね。さんにヒヨゴちゃんそれやめなさいって言われそうだけど、ちょっとあの今はそれが楽しいから やらせてほしい、好きに。今日はじゃーん、でかすぎて画面に入らない事件なんですけど、ユニクロで防寒グッズを買ってきました。怖い、なんか今あーって聞こえた。何今の。あ、わかった、パパが今野球見よるんや。野球見よってファーって応援してるんでしょう。きっとそうです、絶対にそうです。なんでヨガ今回ユニクロで防寒グッズを買ってきたかというと、私11月22日から韓国旅行に行ってきます。あのインスタグラムをねよく見てくれてる方は知ってくださってると思うんだけど、そう韓国旅行に行ってくるんですよ。それで私韓国に留学してる友達が2人いるんですけど、その韓国に留学してる友達に聞いたところ、ソウルマイナスなんですよね、今マイナス気温マイナス3度とかマイナス4度マイナス5度とかそれぐらいなんですよ。いいですか、私冬が大嫌い、もうでー嫌いなんですよ。もう日本で有数の冬嫌い私って。あの冬好きな女って多いじゃないですか、冬好きな男も多い、ふざけんねマジで。でさ、夏のことバカにしてくるわけよ。夏っていくら脱いでも暑いやんみたいな言っていい、冬もいくら着ても寒いけん悪いけど、絶対どっかは出さないかんわけや、どこかしらが寒い、私はそれだけでも無理。もう冬に街中でもうなんかちょっと猫背にならずに歩いてる人を見たら、彼は天才か、スタッフ彼をここに連れてきなさい、裁判を取り行います、魔法省全ての権力を使ってあなたを裁きますっていう感じ、それレベルに私は冬が大嫌いなんですよ。冬好きな人ごめんなさい、思ってないけど、好き嫌い人それぞれです。なので夏が嫌いと言った皆さんのことをそういう風に言うのは良くないと思う、ごめんなさい思ってないけど。まあということで、みんな喧嘩をするのはやめよう、仲良くしようよ、いい年してさ、本当に大人げない。まあということで、とりあえずそろそろみんなに怒られそうなので、ユニクロで買ったものを紹介していきます。そう、めちゃくちゃ寒いだよって聞いたから、もうね、寒かったら遊びに集中できない、観光に集中できないので防寒グッズをたくさん買ってきた。ということで、みんなからいつもリクエストいただく韓国語喋ってみてのコーナー、わーい、全然喋れないって何度言ってもみんながそれでも喋ってって言ってくれるので、今から韓国語で喋りたいと思います。こんにちは여러분、저는ヒヨゴ입니다。일본福岡에살고있어요。99년생19살입니다。자、오늘은제가ユニクロへ샀어반상반상아이템을소개합니다네시작합니다짠이거는초고급단입니다사이즈는 L 1910엔네조금비싸근데한국은너무추워요라고내친구가すいません、限界が来ました。あの無理ですよ、私日本人なんで韓国語喋るの、すいませんでした。あの韓国語ガチ勢の方にすごく怒られそうだけど、私は強く強く行きたいと思います。それ違います、はい、その単語違います、はい、そこのうんじゃないです、そこはルーです、うんじゃなくてルーですとか、いろいろあのご指摘いただくかもしれないんですけど、全部無視したいと思います。1個目、こちら超極端を買いました。 L サイズブラック、もう超極端とかいう次元なんですよ多分韓国は。これ着ても寒いと思う。で値段が1990円です。初めて買ったからね嬉しい。それね、買った時リッチな気持ちになった。おー、全然何も今のとこまだ感動してないんだけど、あ、こんな感じ、なんかすげえなんかロンティーなんだけど、すごい分厚い、なんかヒートテックじゃないね、やっぱ普通の
なんか分厚いです、すごい生地が臭い、すごく臭いけどまあ気に入った。はい、1990円ってまあまあ高いよな。次、極暖を2枚買いました。これもブラックの長袖の L サイズです。じゃーん、約 1.5 倍暖かいらしい。すごくない？これ超極暖ってナンバーとか 2.25 倍やったっけ、書いてない、ケチ、なんで書かないんだよ。まあとりあえず、これは多分ね、超極暖は 2.25 倍でこっちが 1.5 倍だった気がする、知らんけど。はい、で次、じゃーん、ウルトラライトダウン買いました、初めて。わー、かっこいい。別にかっこいいかこれ、うん、まあなんかかっこよく見える。これはもうスマホの間に挟むやつですね、若者が。そうですよ、じゃーん。これをね、私は上に羽織るんじゃなくて、アウターとして使うんじゃなくて、インナーとして使おうと思って買いました。私のさ、小学校からの友達の子がいるんだよ。今それこそ韓国に留学してるんだけど、その子はねいつも普通の服の下にウルトラライトダウンを着てるの。もうね、韓国の女になっちゃったから、韓国ってバカ寒いじゃないですか。だからもうそういう風に生きるっていうのが根付いてきちゃってるわけで、この間ね久々に会ったの、福岡で帰ってきたから。でさ、それでさーってパッて腕握ったらサクッてしたの。え、発泡スチロール人間と思って、どういうドッキリと思ったよ。え、ドッキリ仕掛けたい、私になんかドッキリ仕掛けようとしてる、早めに言って今怖がっとうって言って、そしたらなんかこれまたウルトラダウン着てたの。ウルトラライトダウンをいつもいつもドッキリしてくるわけよ。ウルトラダウンを着て、もうごめんなさい、言えなさい言えなさい言えなさい、ウルトラライトダウンね、ウルトラライトダウン、ウルトラダウンっていいや、ウルトラダウンをいつも着とる。だから私もこれウルトラダウンをインナーとして着ようと思って、なんかこれのフリースの下でもいいし、なんかトレーナーの下でもいいし、そうインナーに着ようと思って買いました。とにかく防寒しないと、寒かったら楽しくないからね。で次、この白のロンティ、これメンズのやつなんですけど、ロンティを2枚1000円だったから買いました。 L サイズ、こういうの嫌い、そう2枚買いました。なんかやっぱり冬って白のロンティあればいい説ある、結構なんかアウターが大事って感じがするから、冬はそう重ね着して何本みたいな、だからね普通の無難な白のロンティーを買いました。じゃーん、じゃーんって別に何の変哲もない白のロンティーなんだけど、ただのそう。でもこれはメンズね、一回も着てないのになんか襟のとこが ピンクになってなかった、目がおかしい。はい、で最後、じゃーん、こちらの黒のフーディートレーナーを買いました。これね XL サイズにした、いっぱい中に着込みたくて、でこれ2990円、これもメンズ買いました。そう、もうとにかく 中に着込みたかったから、うん、買いました XL サイズを。ちょっと着てみようかな。で私のお父さんがヒートテックを着たことないんですよ、今まで一回も。で買ってみてって言ってんのに、なんかそう、なんか何なんだろうね、めんどくさいのかなんか買ってなかったから、もうこの機会にと思って買ったんですよ、私がパパに。ロンティ着てみた、いい感じ。これメンズの L なのにめちゃくちゃちょうどいいんだけど、舐めてんのか。そうで、パパにもそう買っていったんだよ、極暖とヒートテックを1枚ずつで。なんとこれレジにて驚愕したんだけど、お会計金額2万円だった。やっぱね、ウルトラライトダウンが4990円するんですよ。いやだからまあヒートテックも高いし、そんなものかなとは思ったけど、なんかさ、しかもセルフレジじゃないですか、ユニクロ今も。だから値段がパッて出た瞬間、壊れてんじゃねえのと思って、その履歴を全部見返さなきゃ、全部自分が本当に買ってるものだったか、壊れてねえわって。それでちゃんと律儀に当たり前だけど2万払った。うん、着てみた XL サイズ、普通にめっちゃいいサイズ感です。絶対分からんけど、丈がねお尻隠れるんですよ。そう、お尻隠れるぐらいの長さ、めっちゃいい。この丈感はマジでベスト、ユニクロ大好き。これまたね、私の動画をよく見てくださった方は知ってると思うんですけど、この間ね眉毛を切りすぎてしまって、今眉毛がないんですよね、逃走中なんですよ眉毛が。ハンターを放出しないといけないんだけど、まあということでちょっと変なんだけど、このまま終わりたいと思う。韓国の動画たくさん撮ってアップロードできたらいいなと思って、ね、まあちょっと韓国旅行22日から行って、韓国旅行の動画めちゃくちゃ上がって、もうそろそろいいぜお前ってなるかもしれないんだけど、まあそこら辺はご了承して お願いします。緊張してきた。なんか韓国旅行行くも私緊張するんですよ。ちょっと変でしょ、楽しみとかして緊張するの。なぜ緊張するかというと、なんかどこどこに行きたいどこどこに行きたいってのが多すぎて、ちゃんと全部回れるかが不安で緊張する。
んですよ。変だと分かってる、自分でも変だと分かってるんだけど緊張しちゃう。だから緊張しちゃうのはもうしょうがないよ、緊張しちゃうんだから。彼女は悪くない。ということでみんな、毎日寒いから風邪ひかないようにしっかり防寒してください。あのウルトラライトダウン買って、なんかごめんなさい、ユニクロの回し物みたいになってるけど全然ユニクロの売り上げが良かろうが悪かろうが少しも関係ないですので、あの買うなら買えばという感じです風邪はひかないでほしい、これは本心であります。それではみんな、チャンネル登録、高評価、コメント、インスタグラムのフォローと LINE の追加をぜひよろしくお願いします。公式 LINE あるのでよろしく。それではねみんな、アンニョーン、帰るよ Instagram のフォローをよろしくね。あ、それそれ、Instagram のフォローをよろしくね。